例えばここの中にいる人、それからその風景そのものもね、今しかないんだっていうふうな、ずっと永遠に続くもんじゃないんだなっていうふうな思いでね、そういうのが非常にこう強くなりましたね。11月、塩釜市の歴史的建造物である旧亀井邸にて、画家の小野寺純一さんの展覧会が行われました。昭和30年代の人や風景を題材に、ナイーブアートと呼ばれる画風で描く小野寺純一さん、坊ちゃん石鹸や裏霞のラベルなど地元商品のパッケージデザインも手掛けることで知られています。今回は開催地塩釜にちなんで、海の風景を中心とした作品が展示されました。3月に震災がございましたけども、その前の風景であれば、ご覧になる方もね、喜んでいただけるかなっていうふうな、作品を今回選んで持ってきて飾ってるわけです。宮城県内のさまざまな風景を描いてきた小野寺さんは、今回被災してしまった沿岸部の作品も数多く残してきました。小野寺さんの作品のどこか懐かしく柔らかなタッチの絵は、当時の温かい世界へと誘ってくれます。震災いろんな形でね、皆さんやっぱりダメージ受けてますので、私の絵を見て、懐かしんでもらったりとか、心をほぐしていただいて、そういった役目も、あるんじゃないかなっていうふうな思いでね、今回この展覧会をさせていただいた。皆さんにね、喜んでいただけるような絵作り、それから作品作りをね、心がけていきたいなっていうふうに思いますし、私は個展中心に作品を発表しているんですね。それをどんどんあちこちで皆さんのところで展覧会できたらなっていうふうに思います。唐桑だったり、石巻だったり、だから小野川だったり、今回は塩釜でしたけど、そういった意味でね、そこの中で暮らしている方の、心をね、慰めたり、寄り添ったりなんかしていけたらなっていうふうに思ってます。